カヒャピーです。今回の玩具はクレーン車ロボです。剣気シリーズの3番目です。このシリーズは結構やっぱりいいですね。ボディ部分はダイキャストダブルキャブですね。そしてタイヤも回ります。ちょっと後ろのタイヤがね回んないのがショックですけど、まあ緩めればいいのかな。クレーンは伸び縮みしませんが、先端のフックは格納式です。もちろんあちこち動きますね。それでは変形させてみます。ダイキャストの乗車部分をまず割ります。そのまま90度回転させます。こういう変形パターンは意外に珍しいのかなと思います。そして天井部分を引き出すと、これがつま先になります。ちょっと硬いですけど、つま先を引き出したら後部座席の窓の部分、ボディですね、折り曲げます。腕部分、まずは重りの部分を外して90度回転、そして展開します。そのまま横に折り込む形ですね。これが両腕になります。ここのプレートを開くと胸パーツになります。おなじみのエンブレムですね。さらに開いて一番後ろの車輪部分を折り曲げます。ここまで折り曲げて頭部パーツを引き出します。結構硬いです。よいしょ。頭部パーツを出したら胸を閉じます。これで頭部胸の完成です。筆パーツはそのまま引き出して回転、左腕の変形はまずロックを外しますね。シルバーのつまみをずらして、硬いですけどずらして、そのまま折り曲げると腕の完成です。結構変わった変形機構です。で最後につまみ、このロックをまた引き出すと10になります。これで完成、クレーン車ロボ。結構この凝った変形好きです。差し替えなしでこうなるのはやっぱりいいですね。特に左腕の10の部分、ここ考えたなっていうのを素直に感じましたね。設計した人すごいなと素直に感じます。このままクレーンアームとしてもなんか活躍できそうですね。無理やり敵を引っ張り上げたり引っ掛けたり、まあ、この足の部分も結構単純だけど面白い変形機構です。胸はおなじみのどっかで見たマーク、顔はこんな感じ。ちょっと顔は手抜きっぽいですけれども、全然それ以外の部分がかっこいいのであんまり目立たないですね。変形機構を生かしてある程度自由なポージングもできます。バランスもなんとか保てますね。はい、この剣気シリーズは本当に個人的には当たりだと思ってます。車両形態も本当に実在する車両そのものって感じがしますので、なかなかいいですね。ちなみにパッケージはこんな感じ。他のと同様ブリスターパッケージです。ブリスター結構硬いので本当にカッターが入れるのが大変ですけれども、でおなじみの下の箱ですね、薄い箱の中には説明書が折りたたんで入っている状態ですが、漢字ばっかで理解不能です。